えー、こんばんはにおです、えー、本日は2月11日の早早深夜早朝、うんはえー、そういう状況です野村みなみなのあーバースデーイベント行って帰ってきてっていう状況なんですがうん宣言通りちょっと飲んできましてがしかしあのー、もう激震です ジュースジュース宮本花り卒業なんて言いましょう応援しますよソロコンサート大好きですもう去年全部行きました3公演だけど全部行きました、えー、初日の ZEPTOKYO リハーサル公開リハのようなものですおそらくリハーサルやってないでしょう リハーサルやっていない中で、えー、音程もろもろ含めていろんな音響ですね音程じゃない音響ですねもろもろ少し危ないところありましたけども乗り切り、えー、大阪2日目、えー、歌詞の間違いはあったあ私なんか全然興味あるし気づかなかったですけど歌詞の間違いもあった中で、えー、とすごくクオリティ高いことを宮本かりんちゃんやってくれました、えー、そして名古屋最終日ですね ソロコンサートの中では、と去年の中で言うと、鈴木愛理ちゃんというのを除けば、鈴木愛理ちゃんはハローじゃないということ、まあ、M ラインということを考えたら、ダントツ素晴らしいものをやっていただいた。で、同時に僕もジュースジュースファミリーの方々多くと付き合いを持たせてもらっている方だと思っています。いろんな意見聞いていると、仮にの卒業近いんじゃないかと、聞いてました。 えー、受け流し系の頭でうん私は何て言うのかな、あのー、そうなってほしくないっていうのがあったから考えてたんでしょうねですけれどもまあ憶測の話はとりあえず置いときましょう宮本かりんどういう女の子だったか振り返ってみたいと思っておりますえー、まず3つ カリンの、今言えることですよ。1期、2期、3期というような形で、えー、分けてお届けしますんで、お付き合いください。深夜なのにごめんね。でも、うん、見てきた話するから、ちょっと付き合って。えー、っと、カリンの第1期。これは間違いなく、ま、まりげん、ま、まま <laughs> あのー、紛れもなく、うハラプロエッグ研修生、えー、という時代だったと思っております。彼女の最高の長所。探さなくても、 見つかる女の子。どこで何をやっていても、ちっちゃい体なんだけれども、大きいんです。動きがとても大きい。で、探さなくても見つかる子。振り返ってみれば、つぐながももこちゃん、ももちですよ。ももちも同じ、種類が違うんだけど、同じでした。探さなくてもどこにももちがいるか、体は小さいんだけれどもわかる。それがももちでした。 ハロプロのエッセンス、古い流れっていうかもしれない。だけれどもそれを継承している最後の生き字引きが僕は宮本かりんだったと思っています。なぜかというと、おこれも1個目の理由に入るからね。あのね、ガラケーみたいな存在なんです。あの、イモード。皆さん覚えてますかあの、今もスマホ全盛の時代になっておりますけれども、 アイモードみたいなのっていうのが、まあ失礼だけど、松浦彩ちゃんであったり、高橋愛ちゃんであったり、もしかしたら和田彩香もそこだったかもしれない。で、それを継承してる子ってあと残ってるのは竹内あかり、ね、竹ちゃんですよ。福ちゃんもそこ残ってますよ。うん、福村水木。こういうところなんじゃないかなって思っている、うーん、 次第なんですけれども、最初につんくさんが描いたグループでリー,リーダーじゃない、センターを務めてというところ、つんくさんが、あのー、描いたスケッチがあって、えー、そこでやった、もしかしたら最後の女の子かもしれません。それが宮本かりん、かりんちゃんです。 その子が、まああの、いわゆる今言いましたけれども、キッズからのデビューまで、2013年ですね、そのデビューまでというところ、これがあのハローの、そのガラもう今といえばガラパゴスで出てるかもしれませんけれども、その時代の一つの形だったと思っています、そしてその形の中で、一番の結果を残したのがカリンちゃん。 でジュースジュースで言うと後のうダンバラルルというのもそうですけどもやっぱり4年超えの研修生を得てしても光当たるんだよというところ実力があっても光が当たらないふうに見せておきながら光当たるんだよというところそれを立証したあ中で言うと僕は宮本かりが一番手だと思っていますし今でも実力も合わせて。 宮本かり以上というところはハロプロ研修生制度ーエッグも含めですけどもの中で見たことありません理由を述べましょう述べてしまいましょうあとにしようと思ったけどお酒飲んでるのもあるけど理由は簡単これは2つでまとめられます1つは宮本かりという女の子がもともとポテンシャル持ってましたお,お母さんの力もあるでしょうそして、えー、とボイストレーダーの先生 ちょっとこれ調べたら YouTube だとどこまで行っていくかわかんないから、ボイスラーの先生。これを、まあ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 、抑えたと聞いてます。でも、これで抑えられるものは全部抑えた方がいい。世の中、あの、これが一番楽だから。まあ、反感いそうだけど、酔っ払ってるからいいや。で、それをやれるのが宮本かりでした。宮本かりの親だったと言っていいでしょう。 お母さんごめんね。勝手なこと言って。憶測だから。えー、でもそれを選んで、選んだだけではなくて、実現して、しかも JUICE JUICE のメンバーは同じスキルを得ることができたんです。あ、同じ教育を得ることができたんです。まあ、いわば全員があー、東京大学とは言わないけども、選んだ専門学校を、もしくは私立の大学というところに入れたという、あの、 のルールを作ってくれたのは僕、宮本花林だと思ってます。宮本花林、けがなけ、宮本けがなければ、それはなかったのかなと。これが理由の一つです。で、二つ目。えっ、ー、と、その後のポテンシャルですよね。ジュースジュースというのは、おそらくこれは理由付けとして、また改めないといけないけども、もう勢いで言うけど、大塚なちゃん、塚ポン。 ね、お忘れになられてる方もいらっしゃるかもしれません、スカッポン最初、十数室6人組だったんです。で、僕が想像するに、最初のシングル、シングルと言わないけども、あのー、3曲、1枚目に収録されてる3曲、この中で役割という風に考えたら、高木さゆりより大塚愛菜の方がポジションがあった気がするし、金沢智子というのは、その時点では4番であった気がします。 カラオケクイーンなんだけどね。とも子の声は本当に素晴らしい。もう、会いがかない。これは僕を知ってる人はみんなわかってると思うけども、僕はとも子大好きなんで、その話も改めてする。でも今日は仮にできたい。で、その、大塚愛菜もまあまあ、あのー、研修生と言われる、その枠の中で言ったらあ、全然脅かす存在でよかった。彼女は声がいいから。 だけども、後のトレーニングというところで、僕はつかぽんの最後の友人のおかげだけど、最後じゃないんだ、結果的に、二十歳のバースデーのつかぽんのも行ってみて、感じたことなんだけど、声というのは、才能と一緒ですよ、努力をどれだけ重ねて、どういったコースに行くことによって、その球というか、筋が輝けるかどうか、洗練されるかどうか。 これはあのまあもし子供を聞いてたら <laughs> 歌手を目指す子供は僕のこのチャンネルを見てるとは思えないけど覚えておいてほしいトレーニングというのはいつどんなに素材があって学校40人ぐらい30人ぐらいまあどれがわか分かんないけど小学校とか中学のクラスで一、えー、番だったとしてもお大人の言うことは78割合ってます時代が変わっても先輩の言うことは78割合ってるでそれを聞いて 自分とものにしようという努力をして、質問ですよね。その質問を繰り返せる環境を手に入れられたかどうか。ここが、僕は、あのー、宮本かりんというのが一つ優れていたところなのかなっていうふうに感じてます。それを若いうちに手にすることができた。えー、がゆえに、ジュースジュースの用意丼の時の、可愛さももちろんありますよ。かりんなりの、もう、スター性ありますから。 すすところありますしだけれども「よいどん」の時にセンターになれる要因というのはどこか一つ先輩連中に理解のできる松田聖子が好きとかねのところであのなるほどと納得できるような努力をしているそういうところだったと思っています才能はあったけれども努力を継続できる可能性があったのが宮本かりんそういうふうに思っていますこれが2つの理由でえー、とデビュー以降 デビュー以降とても重要です。えー、デビューしたからといって、えー、今日この前の動画で、えー、拳ファクトリーのことを5人と言いましたけどもともと8人でした。要はその5人残らなかった3人というのがいるんですけれどもそのことはもう僕は置いてってる。どこか今スカポンのこともスカポン好きだよだけど置いてってる。それはこういう なんか世界なんですよざるにかけられるじゃないけどもそこを分かっていてキャリアをスタートさせてるはずだからこのキャリアに,に乗った以上はそことルールっていうのが割と絶対なんですいやプロ野球と本当に一緒同じポジションがあるでしょどんなに成績高校時代大学時代の成績が良くてもそのポジションに 今30ぐらいの先輩がいたら野球でいったらね30歳ぐらいの先輩がいたらなかなか取れないしうんいけないと太田大志とかいい例ですよ日本ハム行ったらよかった、まあ、プレッシャーもあったと思うけどねこれはだから小田桜の話とつながるんだけど巨人なのか巨人じゃないのかっていうところこれちゃんと話すからそういうことつながるんだけどちゃんと今後の動画で話すからねですごくプロ野球とハロプラプロは似てるでその中で えー、要は新設球団での4番でありエースっていうのを任されたのが宮本花輪なんです器も十分そして実力も十分ですただ、えー、僕野球に例えてしまうから野球知らない人にはあの分かりにくいことかもしれないけど野球知らない人用の例えは後でするわ今酔っ払ってるからもうちょっと付き合って野球で言ったら宮本花輪っていうのは2割8分25ホーマー 80打点ぐらいの4番、4番であればそれぐらいなんです。十分ですよ。素晴らしい成績です。だけれども、読売巨人軍の4番バッターであった原辰徳が、同じぐらいのシーズンで優勝した月と、月じゃない、年っていうのがあるんですね。1989年とかは、それで日本一取ってるけども、まあ、それ、今の言った数字より、ちょっと低めですよ。でも、 おこれは例えば読売巨人軍の4番であったからそれっていうのは仕方がない松井秀喜の数字とかいろいろ似てますね大谷がヤンキースじゃなかったからとかなんかうんこういう話はもう長い時間したいですけどちょっとずれるからずれるのに言っちゃったけどまあそれが国をという人間の本質だと思ってくれえありますそういうところがでかりんちゃんというのはねあのい,い,いいところがすごく詰まっててなんだけども時代がたまたま 僕はそれはそうじゃないと思ってたからずっと彼女を見ることを選んだけども時代というところさえ前後どちらかにずれてたらスーパもーうん、こ,こ,こ,これが理由の二つ大きな理由の2つ目に入るんだけどもそれをジュースジュースの中で確立されていたことを僕はあの絵として表現します。えー、っと アルバムの1曲目ち,ょいちゃんですよねこれ、えー、かりんちゃんの今最近のツアーではそんなに頑張ってやってないけど最初の踊り、まあ、ビデオもそうですよあのむちゃくちゃな将棋のシーンがあるビデオもそうですけど大きいのであの何にも音も聞いてなくてもこの子がスターなんだなってことが分かる。 わかることがわかっている。で、かりんちゃん以外のメンバーもそれがわかってるの。だから、5人のジュースジュースはすごかったんだけど、えー、今の8人のジュースジュース大好きですよ。で、5人のジュースジュースがすごいっていうのを、余計なこと言わず言わしめて、えー、やれていたのが宮本かりんです。宮本かりんはもっとすごいところがあって、あの、 ファーストスクイーズというアルバムこれはもう改めて語りたいけども今もういいや提供しよう僕がアルバムとしてグループアイドルのアルバムとしてナンバーワン一番好きなアルバムが「ファーストスクイーズですよ過去40年近い、えー、とこの時代の中でのアルバムアイドルアルバムは なんていうかな。大体聞いてるつもりがある。あー、ちょっと言いすぎた。最近のはあんまり聞いてない。<laughs> ちょっとちょっと持ったねあ。だけど、何が言いたいかというと、僕が聞いた中のグループアイドルの中ではずば抜けてるってことが言いたかった。で、ファーストスクイーズは、宮本かりんセンターありきのアルバムだったと思ってます。これはもう、 これ以上言うとうんみんなの気持ちを損ねるから聞いてほしいしなんかコメント書いてほしいあのアルバムがなかったら僕はジュースジュースというグループをこんなに僕一番ライブ行ってるのはジュースジュースですからあのここをこんなに行かなかった答えは簡単今見なきゃいけないって魅力があったからかりん 尊い本当に本当に尊いすごい才能だから時代が時代ならソロでもいいと思ったけどもまあ、これからソロをやるんでしょうけど、えー、グループという経験キャリアというのが全く無駄にならないと思いますうんそれぐらいジュースジュースというのは仮にとって素晴らしいグループだったと思うはいグループです まあそのキャリアというのがファーストスクイーズから僕はあのダンバラルルーそして、まあ、皆さんも、うん、ん 2, 2期っていうのは変なんだけどねあのカントリーからヤナミンが入ったっていうところだよねここまでがある種一つの、まあ、2016年の武道館までという言い方もあるけども一つの僕はあの宮本会員の中のセカンドステージだったと思ってます でこの中で本人は考えることはあったけども宮本かりんとしてのジュースジュースとしての置き場というのはあ一つビジョンとして完結したとあるぞと思ったと思いますただ一つこの話もまた <laughs> 改めてしますがうるさいね俺それねワールドツアージュースジュースのワールドツアーの初日っていうのはメキシコ ですよ9月の6日だったかな2017年ここに今ね飾ってますけどあの最初の「フィエスタフィエスタスタート」「フィエスタフィエスタスタート」で「ダンバルルルスタート」っていうところから宮本かりんの3つ目でいったらそこのパート3が始まるんですよここから「ダンバラルルル」大砲ですよね 仮にの、さっき言った2割8分前後で25ホーマーで80打点前後っていう4番では成り立たない新時代、新人類が来るんです。ルルは3割30本90ホーマー30通りぐらい余裕です。まあ山田哲人、坂本隼人と原辰則を比べると思ってください。 宮本花林は読売巨人軍を考えて、えー、原辰徳が要は巨人じゃなくて楽天イーグルスにいきなり入って4番だったみたいな感じなんですけど宮本花林のビジョンは読売巨人軍だったと思う。だけれども要はポテンシャル的にそういう4番バッターだったんだが結果的に新チームを背負うことによりもちろんまとめました。 チームを信じられないのがよかった。僕はモーニング娘。入んなくて良かったと思ってる。<ー>みんなもそう思ってると思うけど、つんくさんもそう思ってると思うし、つんくさんはそれちゃんと考えてたと思うし、もう、このまデータ全部出てますね。ああ、発言が出てますね。その通りだと思う。で、それけ結果だけども、つんくさんほんとすごくて、うん、本当に分かってたと思う、うん。彼、彼ほどの天才は僕も見たことないから。まあ、話ずずれた。 でこの3宮本花りのフェーズデート3つ目の「ーダンバルル加入以降」で考えたらかりん自体が何に生きがいを見いだしていただろうのタイトルは取れない「ラブミュージック見ましたようちの高木をと」と歌では高木と思ってる僕はあの引けを取らず宮本花り全然歌えます あの歌詞に載せた時の声の回しあの艶やかな甘さかりんでしか出せないもう忘れませんよジュースジュースの宮本かりん素晴らしい僕はよく知ってるでまあ去年恐らくソロコンサートの時に決めたんだろうねもう,もう決まってたんだろうね 心はねあとは大人との交渉であったような気がしてます。えー、何が言いたいかというと宮本花りの場所これ腹立つのに先例えたけどまあ当時の巨人知ってる人はあれだけど広沢来てまあ、お落合来てが大きいかな落合来て広沢来てねハウエル来てみたいなね。えー 同じポジションファーストサードかぶるようなところで他球団の4番バッター、まあ、ルルは他球団ではないけど持ってきてだって、えー、遠くから見たら僕ですら思ったけどヤナミンとかりんってステージにちょっと遠い席から見るとやんともすれば間違えるからねあの分かってるのにでそういう環境の中で 宮本たなんですけれども思うところ思うところは重ね <laughs> 正月前後体調を崩す芸怒られるかもしれないけどっていうのも続いてがしかしある程度の長期休暇も許されみというようなまあスペシャルな。 うんそれ、ね、その子がその3ページ目ですよね3つ目のところの最後というのが去年から今年にかけてだったと思うんですけどもまあ今日もちょっと何人かと10数日別れですと酒飲みながら話してたんだけど。 予見できてたっていう人もいてなるほどとも思ったしそのポイントも2つ1つは宮本佳林自体の過去にやりてた曲への集中力というとこですかそこがあの次のフェーズに行く挑戦ではない気がしていたところこれはそうじゃないと言い聞かったけどもなるほどと思うところはありました で2つ目はやっぱりソロをやってる時の見てない人はあれだけど1曲しかネットで撮れないじゃないオリジナル曲あと4曲確かあったと思うんですね、えー、その歌詞の内容ですよねなんかもう尾崎豊的というかねうん,なんというかそういうのありましたあ感じましたうん でもちょっと予想より早いかな、うん。まあそういうふうなことを思って宮本かりん今回の卒業というところ最後に本人はあまあ今すぐ見れると思いますけど宮本かりん卒業でも何でも検索すればすぐ出てくる動画だと思いますけども次やりたいことということと同時に まあ歌手ソロ活動というのをやっていくと言ってくれてますこれはもう大いなら救いですよでも僕はジュースジュース宮本佳林はもう少し、えー、一度下駄を履いたジュースジュース僕は2 4四5ぐらいまで見たかったなこれは率直な本音ですもちろん,うん明日になって 明日じゃなくて未来に、えー、とソロでよかったんだよとあの時の決断がよかったんだよってしてくれる宮本かりんも同時に、えー、浮かびますしそれを応援しますだけどジュースジュースというグループ思い入れが強いもんだから。 今、素直におめでとうという言葉が出てきづらいのも、うう同時の本音ですね。もう少し、えー、あやちょも、和田か香だよ。和田か香も、一年近い、一年以上か心の準備をつうう続けてくれたファンに、えー、用意しながら、あ 卒業ってていいうのを大いなるセレモニーにしてくれましたで今のあやちょも彼女だから選んだこと尊重みたいなさ僕にはそう映ってるんだけどだそこ直系である宮本かりんであると思うから影響受けた分もあると思うけど尊重するけど 僕はもう少しジューズですの宮本かりん見たかったなあと1年ぐらいやってくれるって言ってほしかったなというのが今日のこの時点での率直な気持ちですあんまりやっぱりちょっと普段の倍ぐらいになっちゃったな時間があ長く喋ってもいけないかしそんなにこの時間見てないだろうからうんどう言っていいか分かんないけどかりん これからも応援するし、えっと、ここをもし見てくれているジュースジュースのファンとか、宮本かりのファンがいたら、我々ができるのは応援するしかない。みんな同じ気持ちだと思います。僕は何より彼女の歌声とパフォーマンスが大好きです。見れてこれでよかった。まず今日までありがとう。あ残ってる時間、明日行こう。えー、気持ちを新たに。 見届けたいと思っていますあ。そんな形にしましょう、今日は。えー、ちょっとあの、お耳いい苦しい、お聞き苦しいところ、見苦しいところあったら申し訳ない。いらねえね、今の。国 <laughs> 尾でした。じゃあまた明日、仙台行くと思うけど、仙台行ってます。お会いしましょう。じゃあね。